はい、今日の「教えて渡辺さんは」は中国でついに始まったバランスシート不況本格的なバブル崩壊ということについてお話をさせていただきたいと思います。日本のバブル崩壊以降生まれてきた言葉に野村総研のリチャード・クーが開発したバランスシート不況というものがありました。これは銀行や企業などが バランスシートをきれいにするために資産を売却するそしてその資産売却に伴って資産価格が下落する銀行はより一層不良債権に苦しめられるそして銀行がその資産を売却することでさらなる資産価格の下落が起きるこれが連鎖する構造これをバランスシート不況と言います銀行の 貸ししぶり、貸し剥がしによって企業はお金を借りられなくなり持っている資産を売却する売却したことによって資産価格が下落するこれがどん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 繰り返され経済規模がどん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 小さくなっていくこの状況が中国を襲おうとしているわけです。今年の春節は2月月日日から2月18日まで 10日間の長期休暇となりましたこの春節の期間中、中国国内の金融機関などは全てクローズ、閉まっていますが海外から借りたお金は返さなくてはいけません旧正月、春節というのは毎年移動するために1年後のいつ払うというのがいつ来るかというのは毎年変化するということになります つまりこの春節期間中の資金を調達するため中国の企業は様々な資産を売却していますまた春節に合わせて里帰りする人たちのためにいわゆる持ち代を中国企業は払いますこの資金を集めるためにもいろんな資産を売却したということが分かっています2月5日中国の国内市場が クラッシュしましまた2015年以来のパニック売りが発生したわけです特にその中心は中中小零細株が中心でした大企業に比べ中小零細企業は中国政府の支援を受けづらくそしていつ破綻するかわからないそのような状況の中で資産の売却株式の売却が行われた。 また中国国内におけるスノーボールと呼ばれるさまざまな商品これらはオプション取引によるものなんですが一定の株価以下になった場合お衣装といって追加の担保が求められますこの追加担保を確保するために資産を売って現金を手に入れるそしておいしを払うという生産作業が大規模に行われた。 これがパニック売りを呼んでしまった中国の場合国家体という国営ファンドなどが必死にこれまで株価を支えそして資産価格を支えてきましたがこの国家体の買い支えが間に合わなくなってしまったというのが今回の事態ということになります中国では四十兆円以上の資金を投入しそして国有ファンドに国内株を買わせ 海外株を売らせ国内株に切り替えるように命じていますそれでも株価の下落に追いついていないのが現状となりますこのような状況の中で中国の不動産企業も一気におかしくなり始めています2020年に始まった不動産バブル崩壊ですがこれまで中国恒大。 つぶれている業務内容的にはもうとっくにつぶれていておかしくなかったわけですが中国政府が倒産を認めなかったためつぶれていませんでした日本企業であれば6ヶ月以内に手形や小切手の不当たりを二度出せば銀行取引停止となりもう銀行が取引してくれなくなるために企業は倒産にせざるを得なくなります中国の場合 そのような状況でも中国政府が率先して資金を貸させていたために潰れない状況にあったわけですしかし香港の高等裁判所はこの中国高大の清算を決めましたそして中国本土においても中国香港とそして中国との間の提携によって香港の 判決が中国本土でも採用されるという新しいルール取り決めが結ばれましたこれにより中国高台中国国内の中国高台資産も順番に売却されていくことになりますこのような作業が本格化することによって今まで維持されていた不動産価格のさらなる一段の下落または大暴落が想定できるわけです 企業が倒産していて不払いであっても倒産が認められていなければその資産はあることになります。例えば私が誰かに1,000万円貸している相手は払わないけれども払う意思を見せているこの場合1,000万円の債権を私は持ち続けることができます。しかしこれが生産という作業になり実評価となった場合 実際の損失が私のバランスシートを襲うことになります。1000万円あったものが実際にはゼロまたは100円何千円となってしまう可能性もあるわけです。そうなっててくれれば私のバランスシートも壊れていきます必然的にそのような形での連鎖倒産がこれから続くものと想定されます。また地方政府も その収入の半分以上は不動産の権利の売却益で不動産バブルが崩壊したことにより地方政府も財源が圧倒的に足りません。それ以外にも地方政府がこれまでインフラ投資用に使ったお金地方政府の債権700兆円ですがそれ以外にサブプライムのような母外債務が 1900兆円あることが分かっておりこれらのほとんどが回収不能と言われています日本人のすべての金融資産を足し算して約2000兆円と言われていますがそれ以上の金額が一気にマーケットから消滅する可能性も指摘されているわけですこのような状況の中で中国政府としては資産バブル崩壊そして あるはずであったこのバブルの泡が一気に消滅することになるそしてこのバブルによって支えられていた中国国内の内需消費も今後さらなる低迷が予測されていますこれまで不動産デベロッパー国家として巨大なバブルに踊ってきた中国ですがその実態がここに来て あらわになる可能性が出てきたわけです中国習近平には選択は2つあります。一つは完全な自由主義経済に基づく形態に切り替え今のバブルの損失を認め一旦全て瓦解させて再生を図る。またもう一つの方法は再び共産主義に戻り 計画経済の中でこの不良債権処理を進めていくという二択ということになります現在習近平は共産主義への先祖返りを進めようとしていますついに2月3日には家宝と呼ばれる都市住民を田舎に戻す作業をこれから行うということも発表されましたこれは 都市の若年労働者の半数以上が現在失業状態にあると言われておりそれらの人たちがもう借金ローンなどを払えなくなり始めているローンが払えなくなれば必然的にブラックリストになり信用破綻者として登録される形になりますそうなればその人たちは都会で生きていくことはできません携帯電話も持てなければ契約もできない そのような人たちを田舎に戻して再教育する、構成する、文化大革命で起きた光景と全く同じ光景がこれから中国を襲うのかもしれません。渡辺哲也でございました。<music>